いや、ルークをちょっとね、ルークを全く使ってないんですけど、やっぱ6に向けてルークは、やっぱり、使っとくべきキャラクターだね。とりあえず6はルークで行く感じ。そういう感じでもないんですけど、まあルークも、触れといた方がいいかなっていう感じです。多分ルーク使う人も多いやろうしな。まあルークのことはちょっと知っときたいなっていう。と、6のルーク強くて、かなり強そうで、で、結構その、コメントとかでも、あの、6に向けて今からちょっとストライプやろうと思ってるんですけど、あの、おすすめキャラ誰ですかっていう風な質問を結構してもらえるんですけど、俺結構ルーク、いいんじゃないかと思ってんねんけど、でも実際自分ではルーク使ってないから、ちょっとルークも使えるようにやっとこうかなっていう。6のルークはコンボ難しそうですよね。ルークはコンボより高くてストレス溜まりそう。いや、あのね、それも、もちろんそうなんですけど、でも、ルークは、すごい面白くて、簡単なやつを選んだときにめっちゃ簡単なんですよ。例えば、これ中間地で何でいいんですよ。これも弱中強でよくて、あと何て言うかな、間口がめっちゃ広いんですよね。だ難しいことやろうと思ったときに、こういうためコンボがあった方がいいんですけど、なくてもいいんですよね。なくてもいいというか、ガチの初心者がやったときに、竜よりコンボ簡単なんですよ。だそれ結構多分そういうの作られてるんですよね、こいつ。しかも俺弱中距離キャンセルがあるから、ピックやと。って考えたときに、まあ、ルークはやっぱり相当、初心者向けだなっていう感じですね。竜やったら、その、まとまったコンボダメージあったよと思ったら、まあ、それなりに、まあ、キャンセル、ひたすらできた方がいいけど、まあ、一応竜も中代々あんねんけど、まあ、ルークやったらもう中パン連打でも、コンボになるし。いや、でもナッシュに弾打ってんのなんか新鮮やな。唯一じゃない？ナッシュに弾を出るキャラ。よいしょ。あ、でもこれ、ルークめっちゃええやん。ナッシュにもベガにも弾を打てるってことこれ。やば。革命的やな。じゃああれか、もう、弾抜けキャラがいつ登場するかと、ビクビクしなくていいってことか。いやー、それ魅力的やな。相当魅力的やな、それ。だから結局そのストシックスの竜とかって、弾めっちゃ強いんですけど、完全に調整依存なんですよね。その気になりゃ別に、どのキャラにも弾抜け属性ってつけれるから。じゃあ、ちょっとこのキャラ弾きついんで、EX 技を弾抜けにしました。で、終わるんですよ。竜の天下。で、考えたら、やっぱルークは安泰やな、未来が。別に相手が弾抜けつけようがなんだろうが、打てるもんな。弾速を速くすることによって、弾抜けできなくするっていう。でもこれ、見てからジャストパリも多分取りづらいしな。まあ、やられ判定内通常だったらね。やってることは。いや、直感的に使いやすいよね。飛び道具ってどうしてもその、自分が打ってから相手まで到達するまでのその、時間とか距離が結構、見極めが大事で、それが結構難しいんですけど、相手もその対応するだけの時間があるっていう。その代わり、その、遠ければ遠いほど有利時間が増えるみたいな、なんかそういうなんか、ちょっと弾独特のなんか、使い方みたいなのが身につけるの難しいんですけど、ループのは、結構通常の感覚で打てるから、まあ、あの、使う方も使える方も結構直感的ですよね。オーラシードに弾が打てるだと。すごい世界だ。新時代だ。オーラシードに弾が打てる。おー、マジか。オーラシードが、あのラシードが飛んできた。弾を打たれて。いや、マジ新時代。いやー、新時代だ。あ、マジか。あのラシードに、飛ばせ落としてる。マジか。信じられへん。いや、マジか。これは、衝撃ですね。基本、ラシードにガン待ちされると何もできないんですけど。弾打てるんだな。